ゆるーく楽しく、でもちょっと真面目に、身近な家計管理やライフスタイル、新ニーサから世界経済まで、幅広い金融を学ぶコミュニティ、金融女子。勉強会を終えてカフェで佇むのは、最近貯蓄を増やそうと参加したものの、何から始めていいかわからない迷える新メンバー。新ニーサ？私もやりたいけど、なんか難しそう。何から始めたらいいんだろう。りなさん。こんにちは。こんにちは。声をかけてくれたのは、近所歴9年の先輩、まりこさん。今年っていろんなお金のニュースがあると思うから、うん、そこからまず見てみるといいと思うんだけど、うん、最近お札のデザイン結構全部新しくなりましたよね、うん、その中でも一万円札 の顔になってる渋沢栄一さんって知ってる？あ、聞いたことあります。なんか日本の経済を支えた人っていうか、なんかいろんな会社作った人みたいな。そうそう、渋沢栄一さんがいたから今の日本の経済だったりとか金融の仕組みっていうのができたんじゃないかなと思っていて、これから渋沢栄一さんにまつわる場所に一緒に行ってみたいと思うんだけど、どうかな。え、行ってみたいね。じゃあ早速行こう。はい。二人が最初に来たのは、見てこれ、うん、初めて来ました。すごい。え、いつもニュースで見てたところに。そうなの。テレビで見てたあのシーン。でかいですね、うん、でかい。兜町にある東京証券取引所。何をする場所かというと、株とかの取引とかしてる場所ですかね。そうそうそう、その通り。もうちょっと詳しく聞きたいので、東京証券取引所の担当の方を今日は呼んでるので聞いてみたいと思います。詳しく教えてくれるのは見学担当の渋谷さん。株式や証券というのは会社が資金調達をするための仕組みの一つなんですけれども、この証券取引所というのはその株式や証券の売買をスムーズに行うための場所なんですね。売りと買いの注文を集めていて、簡単に言えば売りたい人と買いたい人のマッチングをして売買を行うための場所なんです。ちなみに今日私たち渋沢栄一さんについていろいろと調べてるんですけれども、はい、ここの東京証券取引所もその渋沢栄一さんが中心となって立ち上げられたって聞いてるんですけど、はい、合ってますか？合ってます。ちなみに今渋沢の展示をやっているので。あ、そうなんですね、はい、今見に行きましょう。行きたい行きたい。行きましょう。案内してくれたのは渋沢栄一の半生をまとめた特設展示場。すごい。え、渋沢さんってフランスに行ってたんですか？あ、そうなんです、実はこの東京証券取引所っていうのは一番最初にできたのが1878年に東京株式取引所として設立されたんですけれども、そのきっかけが渋沢栄一がフランスパリに行ったことなんですね。そうなんだ。はい、フランスのパリで株式会社の制度に触れたことで、日本の経済の発展にはその株式会社とそれを取引するための株式取引所が必要だということで取引所を作ったんですね。うん、すごい。実はこの取引所で扱われる株式という考え方にこそ渋沢栄一の哲学があるのだそう。この株式ですね、これは会社がお金を集めるための仕組みなんですけれども、世の中のためにですね、会社を作って事業を行っていくっていうのが渋沢の中の株式会社の考え方なんですけれども、さまざまな人がお金を出し合う、つまり株式を買うことで一人ではできない大きな事業を行うことが可能になったんですね。でこれによって電力や鉄道などさまざまなインフラを整備するような大きな事業が進んでいて、人々の暮らしが豊かになっていたんですね。でこの考え方のことを合本主義っていうんですけれども、人々が社会のために力を合わせる、この合本主義の考え方をもとに渋沢栄一は多くの会社を生み出しました。え、こんなにすごいたくさんありますね。ここに出ているのはほんのわずか一部で、こんなにたくさん会社に携わったんですね。そうなんです。本当に今の日本を支える企業たちって。そうですよね。はい、ではここで私からクイズを一つ出したいと思います。
東京証券取引所では今はコンピューターで売買が行われているんですけれども、昔は人が集まっていて手のサインを使ってどの会社の株を何円でどれくらい売りたいか買いたいかっていう情報を表しながら取引が行われていたんですね。では今からある企業の手のサインをやるのでどの会社か当ててみてください。じゃあいきますね。はい、鼻をつまむサイン。世の中のためになる事業、インフラですね。文明開化の象徴の一つとも言われたあるものですね。町とかによくついていて、今は別のもので代表しているんですけども、町とかによくついて、はい、宇宙人タイムアップで本当に分かる。正解はですね、ガスです。東京ガスの会社なんですけど、で文明開化の明かりを灯すガス灯ですね。公の事業だったんですけれども、それを民間の力にしてどんどん進めていこうということで、渋沢栄一が初代の会長になったと言われています。そうなんですね、はい、渋沢さんやっぱりすごいですね。すごいですね。続いて2人は渋沢栄一が最初に作ったと言われるとある会社があった場所へ。 あれ渋沢栄一さんですよね。本当だ、すごい大きい大きい。みずほ銀行兜町支店。渋沢が設立した当初は第一国立銀行でした。みずほ銀行の遠藤さんにその経緯を伺います。当初江戸から明治へと時代が移り、国そのもののシステムが目まぐるしく変化したんです。そこで通貨にもすごく大混乱が起きてしまいました。例えば江戸時代には物によって支払いに使える貨幣が違ったり、明治時代になるとインフレーションの発生も影響してどんどんまとまりがなくなっていってしまったんです。そこで渋沢栄一が金融政策としてお金の流れを統一化する国立銀行条例を考案しました。そのすぐ後に第一国立銀行が設立されました。株式取引よりも前に国の金融状況を安定させる必要があったんですね。なんかこう渋沢栄一さんがなんで1万円の顔になったのかっていうのはなんか少し分かったような気がします。さっきここを見た時になんか渋沢さんのお顔となんかちょっと格言みたいなのも書いてあったの気になったんですよね。壁一面に装飾された渋沢栄一の肖像、藍色で染められていますが、渋沢の生家は藍商いをしていて、渋沢と藍染めには深い関係があります。今回新紙幣発行を記念して兜町を藍染めで盛り上げるプロジェクトの一環にみずほ銀行も協力しました。それがこちらです。なるほど、そうなんだ。藍色はジャパンブルーとも呼ばれますが、みずほのコーポレートカラーも青色で親和性を感じています。昨年みずほ銀行は創業150周年を迎えて、すごい、それを記念して、ありがとうございます。店舗内で展示もやっていますので、ぜひご覧になってください。さらに2人は設立当初に実際に使われていたものがあるという展示コーナーへ。こちらに展示されているものなんですけれども、150年前の初代の建物に使われた、鬼瓦であったり、あとは、当時の、株主名簿、それから頭取印などを展示させていただいております。なんか渋沢栄一さんの名前とかあったりするんですか？探してみてください。エリノさん見つかるかな？あった、見つけました、見つけました。はい、すごい。これ本物ですか？もちろんです。すごい。とここでマリコさんが取り出したのは、今日実は持ってきたの。私まだ出会ったことないです。新しいお札、すごいでしょ。デザイン素敵ですね。素敵だよね。あのさん、これなんで新しいお札になるんですか？主に偽造防止やユニバーサルデザインの向上を目的に新紙幣が発行されています。例えば真ん中の円を光に透かして見てみてください。顔の周りにも模様がある。あ、本当だ、気づかなかったです。今回の新紙幣は顔の背景に模様が入っているんです。
この細かい透き入れによってさらに偽造が難しくなりました。そういう意味があるんですね、うん、もう一つ、新技術が使われているんですけれども、うん、どこか分かりますでしょうか。でもやっぱりこのキラキラ気になりますね、うん、キラキラをよく見てください。何か映っていませんでしょうか。渋沢栄一さんいますね、ここにいらっしゃいますね。いらっしゃいます。角度を変えるとこっち見てくるっていう。そうなんですね。合ってた。渋沢栄一の肖像が回転するんです。すごい。あ、本当だ。はい、3D ホログラム。すごい。渋沢栄一ゆかりの地で新紙幣を手にしたいと遠方からいらっしゃる方も、はい、改めて渋沢栄一が大事にしていた思いをしっかりと受け継ぎながら銀行発祥の地でこれからもお客様に寄り添い共に成長していけるそんな存在を目指していきたいと思っています。すごい素敵。最後は渋沢にちなんだパワースポットへ。すごいでしょ。すごい広いでしょ。めっちゃ回ってますよ。そうそうそう、ここも安定の兜町茅場町のアイコン的存在の兜ワン。え、何ですかあの赤石、めちゃくちゃでかくないですか。だってすごいでしょ。ちょっと見てみよう。これはね、渋沢栄一さんが、ね、大事にしてたパワーストーンなんだよ。パワーストーン大きくないですか。すごい大きいよね。すごい。このフロアを管理されている会社の山田さん、これって一体どんなものなんでしょう。1880年頃、第一国立銀行や、株式取引所が設立された後にちょうど渋沢がさまざまな会社の、設立に携わり日本のインフラが整備されている時ですね。この兜町に邸宅を建てた際に日本経済の発展を記念して記念石として設置されました。渋沢が兜町から引っ越しをした時にもこの赤石も一緒に持って行ったそうで、とても大切にしていたそうです。触ってもいいんですか。パワーストーンを身につけたり触ったりする時に、うん、右手ではエネルギーの放出、左手では、吸収ができるというふうに言われております。そうなんだ。ぜひお二人も左手で触って金融のエネルギーを吸収してみてください。ちょっとたくさんご利益をもらおうと思います。すごい。ご利益ありそうな感じ。りなさんどう、触ってみて。パワー感じます。感じた。近所の二人にご利益ありますように。半日ほどで兜町界隈を歩き尽くした二人、ちょっとここで休憩しようか、はい、渋沢さんもいるし。渋沢さん今日ありがとうございました。皆さんどうだった。そうですね、なんかこう渋沢栄一さんっていう人物の背景の中にいろんなこう日本経済の、まあ、歴史とか私たち生活そのものにこう馴染んでいるっていうところのきっかけを作ってくれたっていうのがすごく印象的です、うんうん、印象的なんですね。なんか近所歴9年目だけど新しい発見があって、なんか合本主義とか私も実は知らなくて、でもなんか簡単に言うと、なんかみんなのために役に立つようなことをするっていうことなのかなとも思ったし、でも今の時代的にもうちょっと再解釈するともっともっと踏み込んでみんなと一緒に何か経済とか金融の仕組みとか、あの仕事とかも作っていくっていうことなのかなって、もっとオープンなイメージになったなって改めて私も勉強になりました。皆さん、はい、今回の学びでモチベーションってアップしたかな。いや、すごいアップしました。よかった。じゃあ最後に渋沢さんにお礼も言いましょうか、はい、改めて、はい、これからも私たちを導いていただければと思います。よろしくお願いします。さん、ありがとうございます。この番組はみずほフィナンシャルグループの提供でお送りしました。